どうも皆様こんにちは、グリードです。7月の PS のフリープレイに、ブラックオプスコールドウォーが来てたのでやっていこうと思います。ちょうどね、海外のトッププロたちもその BOCW でスクリームとか大会してるんですよ。なんか COD の e スポーツって COD チャンピオンシップっていう夏にある大きな、一番大きな大会が終わった後って、なんか前作をこうプレイしたりとか、なんかそういう流れがあるんですよね。モダンオフェア2のそのプロシーンもちょっと一段落したので、まあみんな BOCW やってるんだけど、前作にあたる BOCW。 そして今回はレベルインフィニティ様より提供していただきましたラッシュゲーミングのコラボ PC を使用してプレイしてます。動画の後半はこのコラボ PC の紹介ちょっとしてますので、興味ある方はぜひ見ていってください。来た、レイドだ、レイド。え、レベル1614。嘘。え、 BOCW 小森民がいる。さあレイド来ましたよ。待ってたこのマップを。改めて思うけど、このゲームほとんどさ BO2 のマップだよね、多分半分近く。つまりはもう実質やっぱ BO2 リマスターってことだよね、このゲーム。つまりもう今後 BO2 のリマスター出ないってことなんですかね。ここまで BO2 のマップ使うことってね、そういうことなんだろうか。いい取りたいけど、ちょっと怖い。一回前出る。ほら。ほら、そうだ、トロフィーだ。オッケー。カード取った。いやー、ちょっと回線悪い。しゃない、これは。間に合うか？取られちゃった。スナカット。薬打って。スティームショット、夏。この音。懐かしいって感じるってことは何年前なのかなと思ったけど、大体もう3年ぐらい経っちゃうよ、このゲーム。なんかね、BOCW すげえ動画投稿したような記憶があるから、なんかつい最近のように感じるんだけど、なんだかんだ3年前とかなっちゃうんだよね。いやー、なんか年取ってから本当時間経つの早いな、本当に。やばい、なんか持ってる。あぶね。Losing Charlie。さすがにリスクあった。オッケー、うまい。弾がない。ちょっと回収しに行かないとまずい、これは。いやー、あなた武器持ってないんかい。スナイパーしかないんかい。あぶね。まだ追いかけてきてる。一旦逃げて。大マシン使っちゃおうか。大マシン、夏！やばい。ハップ。やばい、早い。これ連キル早いぞ。1キル？やばい。すげえ連携つながってる。で、生まれたては、そう、効かないんだよ。全然効かねえ。多分こっち来ないと思う。もうさすがにビビって、あと2発撃てる。 OK で、上、危ない。敵も大マシンだったんじゃないか今。ほう、いやー、まだいけるぞ。で、 B 触るだろう、敵。いや、 B 触ってくれ。ああ、え、待って、うそ。ハンドキャノン一番楽しいところだったよね、あれ。Enemy took B. Losing Alpha. うわ、そこいるな。ワンダウン。これ C 取られてるから、ウォーと火炎瓶使ってくる。え、別、わかんな。これか。まあ、ここは取られちゃってもしゃあない。待って、もう1万スコアいってる。確かね、3万スコアがマックスだった気がするから、ちょっとマックス狙おうか。ワンキル。で、こっち来る。なんだ？うん、なんか久しぶりにやると、やっぱキャラコン、このゲーム、だいぶ角張ってるというか、モダンオフェアがだいぶ滑らかな。ねえ。悪く言えばヌメヌメしてるというか、そんな感覚だとすると、この BOCW やっぱカクカクしてるな、入力が。
ダウン。壁抜きして、ツーダウン。おいよ。トロフィー耐えちゃおうか。あ、ハーフタイムありましたね。忘れてた。久しぶりにやっても、わあ、面白いっすね。マップがまず B 普通だし、ね、武器バランスもそんな悪くないかな、この作品。日本だけ LMG の、日本人部屋だけ LMG の使用率が高くて、全然弱体化されないっていう。そんなことありましたね。これね、まだ取れないと思う。うん。右にいるから。これは旗取れない。しゃあない。なんだ、うん。この辺なんか映ってなかった？気のせい？敵は C 取っちゃうかな？多分。これで B 取れるけど、多分 C 湧きするんじゃないかな？OKOKOK。ハンドケノン。何も見えない。うおお、来たー。おい、止まらん止まらん。待って、これやばい、これやばいぞ。あー、くっそ、やばい。なんかエペとか、エペやってるせいかな、ミニマップを見る癖がちょっと薄くなってるな、これ。前だったら絶対ミニマップ見てんのに。で、これ撃ちながら行くのよ。やばい、死ぬ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 。待って、もうだ、ハープ続いてるやん。オッケー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 。で、 A 取られてるから、このまま回ってのぽいぽいで、ダブルキルはできる。これは厳しいかと思ったけど勝てちゃう。で、まだ A 湧きすると思うんだよ、これ。いや、違うか。B 湧きか、これ。B 湧きだ。まあ、センターからこれは撃てると思う。1枚やって、まだ取ってる。どうだ？ここからは見えるかな？ギリギリ見える。お薬撃って。これ味方の空爆？もう1枚取ってくれた。で、こっちは空いてる。まだ来るぞ、そこ。来い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 。あ、なんか戻ってきた。COD の感覚戻ってきた。うん、実況のノリが COD になってきた。いいね。で、こう、串打ちして。で、一回バレてくからお薬打ってからの顔出し。で、ちょっとグレだから顔前出て。この岩使って打ち合う。OK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 。待って、後ろ湧いてる。一旦逃げて。なんであなたそんなとこにいんの。 OK! 3万スコア。スコアカウンスト。来た。で、これまだ B 湧きだな。1枚いい。この脇、バスケ脇。あ、待って、これあれじゃん。あ、ダメだ。下手くそになってた。ハンドキャノン使いたいけど、 UAV か何か欲しいね。あ、それはいいフラグです。うわ、惜しい。よし、多分これ一直線だから、このフィードポジ。オッケー。いや、外すね、外すね、僕。いや、ちょっとラグい。言い訳じゃないけど、ラグい。うん、ちょっとラグいからしゃあないよ。このそこにあんのか、セントリー。オッケー。1万ダメージ、72キル14です。いや、十分じゃない。久しぶりにしては、久しぶりにやったけど、かなりね、面白かったですね。まあ皆さんもぜひ無料期間の間にぜひプレイしてください。というわけで、この後はね、ちょっと PC の、ご紹介動画が流れますので、興味ある方はぜひ見ていってください。はい、こんにちは、グリードです。今日はですね、これからゲーミング PC を買う上で、どこを気をつけたらいいのかっていうね、あの初心者向けの動画になっております。で、こちらのラッシュゲーミングのスポンサーであるレベルインフィニティ様のコラボ PC とともにね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まあ、ゲーミング PC といえば、まあ最近のほんといろんなね、パーツとかもあるので、
どれ買ったらいいか最初初心者の方は分からないと思うんですよね。で最近 の, そのゲームもどんどん進化してるので必要なスペックが上がっていったりもね、してると思います。でゲーミング PC は基本的に大きく分けてその BTO っていうすでに業者さんがねしっかり作ってくれたすでに出来上がってるものと自分で作る自作 PC っていうのが、まあ、大きく分けて2つあるんですけど、 BTO のメリットとしては、まあ、本当にその専門の方が作ってるので安全性はものすごく高いです。でパーツ構成も、まあ、安心はかなりありますよね。で、まあ、自作の方のメリットとしては、まあ、自分の好きなカスタマイズケースだったりとか自分の好みに合わせてカスタマイズできるんですけど、まあ、ちょっと人によっては安定性がなかったりなどします。あと言い忘れてましたけど、その配線がその BTO のは専門の方がやってるのですごく綺麗だったりしますね。で僕が個人的にその特にこれからゲーミング PC を買う上で気をつけてほしいところというか、まあ、一番大事だなっていうところはそのグラボとグラフィックボードですねとメモリですね。まあ、グラフィックボードだったら3000番台以上とかメモリだったら16ギガ32ギガとかになってくると思うんですけど、でゲーミング PC は、ね、結構そのパーツの進化も今すごいし、でゲームもどんどん必要スペックが、まあ、特にその海外のゲームとか、ね、洋ゲーとかやっていく人はどんどん必要なスペックが上がっていってるんですよね。でなのでゲーミング PC を買うときにちょっとねケチりすぎると後々後悔するんですよね。その3年後4年後とかになってくると結局性能が足りなくて買い替えみたいなことになってしまうので、まあ、気持ちね5万ちょいとか少し、多めに予算を出して少し高めのスペックを買っておけばかなり長く使えるので、例えばラッシュゲーミングのコラボ PC は基本的には3000以上のグラボにしてあります。まあそういうのも、まあ、今後そのゲームとして使っていく PC で考えたらっていうことで、そのようなラインナップにはなってるんですけど、ここからはじゃあタイプ別にどのグラボがいいかっていう話になってくるんですが、まあ例えば COE とか APEX とかオンラインの FPS を、まあ、メインに遊ぶよっていう方だったら、まあ、まあ3000の3060とか3070とかそのあたりで全然十分かと思います。オンラインの FPS だけじゃなくてこれからもっとね、スペックが必要なゲーム、例えば今年もスターフィールドとかねすごい要求スペックが高いゲームが出てきますけど、まあ、そういうゲームをやりたいよとか、あと動画配信とかもしたいよっていう方は、僕は個人的に最近の一押しとしては 4070Ti とか、そのあたり、まあ、4000番台以上はちょっと欲しいかなとは思ってます。要求スペックが高いゲームとかになってくるとやっぱ、ね、容量も大きくなったりするので、その SSD 追加だったりとかで、特に動画配信者の方は、ね、動画も保存したりとかいっぱいゲームも入れたりするから、その SSD、HDD とかそのあたりは多分足りなくなってきたりすると思うので、まあ、多めに追加して購入しておくか、まあ、自分で付けられるような知識はつけないといけないのかなとは思います。まあ、以上話したそういうパーツ構成とかが、大変だな、めんどくさいなって思う人はラッシュゲーミングのコラボ PC も出てるので、ぜひそちらも検討してみてください。今ラッシュゲーミングのコラボ PC を購入すると、壁紙だったりステッカー特典、あとこちらの専用の T シャツもプレゼントしてますので、ぜひチェックしてみてください。そして現在ね、割引クーポンも、キャンペーンやってますので、ラッシュ5000で5000円引きになります。動画概要欄とかにもそちらも貼っておきます。でまたラッシュゲーミングのコラボ PC は分割払いがねできます。最大48回の分割払いとキャンペーン時は60回の分割払いができます。で手数料が本当かからないので、まあ、分割払いって結構ね賛否あるとは思うんですけど、まあ、手数料がかからない分には僕はいいんじゃないかなと思いますので、まあ、一括でこう今買う余裕がないよとかそういう時でも、まあ、ちょっと分割払いで買うのもありかなと思います。この機会にねぜひ PC 購入を検討してみてください。
で PC を買ったらその、まあ、ケーブルを基本的にね、つないで、で USB でキーボードとマウスつないで、モニターは HDMI でもつなげられるんですけど、 60fps 以上出したい方はそのディスプレイポートじゃないと出ないので注意ですね。でその際もあの専用の、ちゃんと 60fps 以上対応しているモニターには変えないといけないので、そこも注意です。で全部つないで PC つけたら、パソコンにその Windows キーのアクティブコードがあるので、そちらを Windows で入力すればもう使えます。はい、では以上がラッシュゲーミングのコラボ PC のご紹介と、これからねゲーミング PC を検討されている向けへの動画でした。またなんかね、わからないことあったらぜひコメントで、質問してください。あとツイッターではね、僕とハセシンの、サイン入り T シャツのプレゼントキャンペーンもやってるので、ぜひそちらも、チェックよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。